NBF 大崎ビルは東京都品川区大崎にある高層オフィスビル旧称ソニーシティ大崎2014年日本建築学会賞作品賞及び第55回 b c s 賞を受賞トリニトロンカラーテレビをはじめ数々の革命的なエレクトニクス製品を生んだソニーの旧大崎にテクノロジーセンター跡地に研究開発型オフィス ソニーシティ大崎として建てられた。2009年2月の着工後、2011年3月18日に、竣工しており、同年7月15日に開業を迎えた。地下2階、地上25階建て。基準外3000平方メートルのワークプレイスは、柱と垂れ壁が一切ない完全なワンルームとし、レイアウト変更を容易に行えるようにした。また、 明快な避難道線とバルコニーを備えることで、ゆとりある安全性を確保した超高層ビルとなっている。ヒートアイランド現象の低減を図るために、考案された太陽光発電の電力によって、雨水を循環させ、素焼きの透正ルーバーから滲み出る雨水の蒸発効果によって、建物自体と周囲を冷やす外装システム、バイオスキンが導入され、 ワークプレイスの東側全面に設置されている。2013年2月28日に構造改革を進めるソニーの資産見直しの一環として日本ビルハンド投資法人と国内機関投資家一社2111億円で売却され、同年7月12日、名称を NBF 大崎ビルに改めた。ただし、 東ビルに入るソニーグループの事業所の名称として2020年12月時点でもソニー市ティ大崎が使用されている。ありがとうございます。